目の試合、大崎選手も今プレミアムリーグの方でね、かなり投げ込んでますんで、状態はいいと思いますね。さあ 1.38 選手、上皇選手そのうちにつきました。コンマ87、大崎選手、大崎選手先行のベストオブ3。さあ次の試合からね、ベストオブ5に新で試合ができるので、ここまではですね、ちょっとど集中でもう本当にミスがないように投げていかないといけないベストオブ3。さあお互い81点ずつ取ってのスタート。よー、来た、トンエティ。このトンエティは大きい。ナイスキープですね。20ラインをしっかりと捉えて、いい流れですね。さあ180残りですね。ここも20ラインでしっかりと勝負したいところ。いやー、さすがですね。100点取っての80残り。さあスコア的に少し押されている、先行後が入れ替わった感じの20で、あー、ここも上がり目出せずで、両校選手がチャンスですね。ビッグチャンス。トリプルから、そしてこれは15ダブルに入ったんですね。さあ上がり目がないので、ここは大きく削りたい。そして18トリプル、あっと、これはナイスアレンジ。いや、素晴らしいですね。大崎選手が見事にアレンジ決めてきました。80残り、上皇敦志選手。そしてもう一本、あった、ナイストライ。いや、自分、上皇選手うまいですよね。上皇選手昔からね、かなり長い選手ですけど、はい、うわー、ここ決まらない。やっぱこうね、長くダーツやってるこう選手が頑張ってるのって嬉しいですよね。さあ8ダブル、うわ、もったいない。さあ大崎選手、手首が柔らかい。決めた、
首がやわらかいのでね、本当にこう上手に、楽にこう投げれてますよね。じゃあ大崎選手先行のゲームをキープ。上皇選手少しね、フィニッシュ前のアレンジダブルで、引きずってしまったので、そこを引っ張ってなければいいんですけど、さあここもしっかりキープ。さあトリプル捉えて100点を取ってきます。ナイスアレンジ。さあここもしっかりキープした感じですが、120残り。さあ20ラインで。さあもう一本。さあもう一本ダブルかトリプルか、ダブルを狙ったんですが少し下目に狙った感じですかね。さあここも20ラインで勝負したい。さあ20ラインで勝負して140上がり目を取ってきた大崎博和、60残り。さあこの3投で決めたいですね。さあアレンジからダブル、20ダブル。さあここも20ラインで勝負したい。トリプル捉えてアレンジまで。これスタッキングしてしまいましたね。こう、60に刺さってるフライトに触れてしまって、引きずられてそのまま60入った感じですね。もうちょっとね余裕持って上を攻めたかったですね。ねえ、これバーストしてなければね、大崎選手すごい楽な局面だったんですが、20トリプル決まらず。さあ上皇選手さっきからですね、フィニッシュ近辺ダブルのところとアレンジのところで少しミスしてますので、ここすんなり決められるのか。決まった。さあ上皇選手先行の501をキープ。
大崎選手先行の501。125点取ってきました大崎選手。さあ401、トリプル捉える。ラフォーティー、いやジョーコ選手点取りですね。140バシバシ決めていきます。今20が動いてね、刺さりが浅かったので19にスイッチしましたが、さあ261残り、トリプル捉えます。さあそして20もう一本、さあ上がり目先に出してきました。上皇選手がしっかり上がり目を出してきて、大崎選手も上がり目出せるのか。そしてブル、今のはブルで良かったんだと思いますが、これで上がり目が出ないですね。さあ161残り、トリプル捉えずもう一本。さあ174ですね。これ上がり目ないのでしっかりと削ってダブルを出したい。さあトリプル捉えて74残り。さあ101残り、上皇選手これは決めたいですね。トライまで行きたいですね、最低でも。1にずれて、さあ20トリプル20ダブル、さあ20トリプル捉えたい。あーこれは捉えれず。さあ74残り、ん20変えた、14からのトップ、あーこれも決まらず。さあ回ってきました、上皇選手にシングルダブルしっかり決めたい。決めれば3回戦進出。決まった、上皇選手が大崎選手を下し3回戦進出です。